猫二世はエジプト第26王朝の第二大代ァラオ。サイス王家の当主としては6代目にあたる。猫というのは古代ギリシャ読みで、正確には、猫ウという。プサムテク一世の子。紀元前609年、滅亡寸前のアッシリアの残存政権を支援する、遠征の途上、ようやくアッシリアの影響を排除して、ユダ王国の独立に成功していた。 ヨシア王をメギドの戦いで廃止させ、ユダをエジプトの功能国とすることに成功し、エジプトのシリアパレスティナ地方への派遣を回復した。しかし、紀元前605年、アッシリアを滅ぼして、メソポタミアに派遣を唱えた信仰のシンバビロニアの初代王、ナボポラッサルに差し向けられた王子、ネブカドネザルの軍にカルケミシュの戦いで敗退し、シリアパレスティナ地方の派遣を奪われた。 ただしこの戦の前後に、ナボポラッサルが没死したため、ネブカドネザルの軍は帰国し、エジプト本国の蹂躙は免れた。アジア地区のエジプト丘陵を、ネブカドネザルが、ユーフラテスからエジプトの小川に至るまで回復したため、アジアへの軍事的派遣慎重政策を放棄することを、余儀なくされた。紀元前601年、アシュカロンでバビロニアに対する反乱が起こった時、 エジプトに支援の申し入れがあったが、エジプトは援軍を送らず、バビロニアに対して東の国境を防御するにとどまった。敗戦後は貿易に力を入れ、またギリシア人との関係を強化した。ナイル側から航海まで運河を引こうとしたが、完成しなかった。また彼はフェニキア人に命じてアフリカ修行を行わせたという、 ヘロドトスが歴史の中で伝える逸話によっても知られている。ありがとうございます。